会いに行ける国会議員ミワチャンネル突撃永田町ユーストリームスタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時、国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送視聴者参加型番組ということで、これを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います。さあ、第18回目のゲストはこの方です。自由民主党国会対策副委員長、丹羽英樹衆議院議員です。こんばんは、よろしくお願いします。さあ、盛り上がってますね、赤坂。このスタジオがあるってご存知でした？いや、初めてです、このスタジオ、びっくりしました。素晴らしい設備も整って、設備はちょい一流なんですよ。本当すごいですよね。いやでね、あの客もちょい一流、司会者の三輪さんのね、またあのゲストさばきも非常に一流でびっくりします。とんでもないです。あのこのようなローカル的な座談会をネット公開していくみたいな、ね、あでもいいですよね、都会のど真ん中で。うん、すごくいいですよ ね。ネットメディア副局長ですもんね。一応、自民党の一応そうです。平井拓也局長からご紹介、ね、あの平井先生の下でですね、そうですか、役立たずで頑張ってます。今日は自民党のサブカルの機種が来たということで、私はこんなメガネをかけてみて、どうでしょうか。いやいいですよ、いきなりねこのメガネ、もうドストライクです。そうですか、わかりました。常にメガネをかけてお会いします、はい、ドキドキします、よろしくお願いします。はい、面白い、ノリがいいですね。もっと真面目な方かと思ってちょっと緊張してたんですけど、こちらの意外となんか明るいですね、はい、やっぱさすがオタク系サブカルですね。いや任せてください、ね、任せてください、はい、それでは行ってみたいと思います。丹羽英樹さんの幸せ度数年表です。お願いします。はい、0歳上ですね、はい、自民党体質ですね、これは ね。まずね、生まれた時 100ですね。ね、自民党の人はほぼそうですね。あ、です、そうですか、元野党の民主党は必ずこうマイナスから入ってきます。あ、そうなんですか。大体なるほど、10年間やらせていただいた経験によると。あ、そうなんですか、はい、結構ね、生まれた時があのやっぱり一番、そうです。でもあれですよ、皆さん、丹羽さんのご家族ってすごいご家族なんですよね。とんでもないです、とんでもないです。大臣がいらっしゃるんですよね。いやどういうご家系なんですか、ちょっと教えてください、皆さん。ですね、はい、私の、母方も父方もですね、両方とものおじいちゃんがですね、元衆議院議員でありまして、2人とも。そうなんです、2人衆議院議員。そうなんです。すごい、皆さん、いや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 、大体おじいちゃんというとね、農家とかね。いやそんなとんでもないです。商人とかね。で2人とも衆議院議員で、はい、で昔の中選挙区時代に、争いはしなかったんですけども、はい、選挙区同じなんです、で同じなんだ。母方のおじいちゃんが辞めてから、父方のおじいちゃん丹羽英樹がですね、衆議院に出まして、それでですね、一応、おじいちゃん丹羽英樹が大臣を3回、はい、やらせていただいております。そうですか、はい、それでどうしてあのお嬢様と、ご子息様、つまりお父様とお母様が結婚されたんですか。はい、でね、2人はね、前も私中学校に聞いたことあるんですけど、ね、はい、恋愛結婚だっつってね、うちの両親も言ってますけどね、最近分かってきたんですけどね、政略結婚じゃないか。あ、そうだ、確実に政略結婚説がね、流れてるんです。はい、中選挙区同士で。そうなんです、しかも自民党同士で。もうね、お互いに票が欲しかったっていうね。そう、もうね、そういうね、あの雰囲気がバンバン伝わってくるようになってきましたね。わざとそうやって美味しいこと言ってくださってね。いや、なんかね、なんか嫌ですね、大人ってのはね。その結晶がこちら。いや、そうなんです。一人っ子さんですか。いや、上がですね、はい、兄がおりまして、下に弟がおりまして、男3人兄弟。そうですか、はい、どうして真ん中の方が国会議員になられたんですか。あの兄貴はですね、何を思ったのか、はい、高校時代まではですね、我が家の中でも兄がですね、政治家に有望視されてたんです。普通そうですよね。それがですね、何か高校の時から突然兄貴が歯医者になりたいって言いまして。手先は器用なんですね。そうなんです。頭もいいしね。そうなんです。よくね、私の小学校の夏休みの宿題とかね、兄貴が作ってくれてましたから、図画工作なんかはね。そうだって、お医者さんっていくら頭が良くても、歯医者さんだけは手先がね、生姜みたいな手だったらできないもんね。そう、手先器用でね、生き方不器用っていうね、そういう素晴らしいね、兄貴なんです。お会いしたかったわ。はい。で、弟もいるんですけど、はい、弟はですね、彼もですね、はい、なんか政治は興味なくて、お医者さんになるっつってですね、実は弟はブラックジャックに憧れてですね、本来無免許であるはずなのですね、ちゃんと免許取ってですね、きちんとした医者になっちゃいましたですね。ブラックジャックだからね。でね、この弟がまたね、全く母方のですね、
あの母の意向を沿ってなくてですね、はい、せっかくお医者さんになって、儲かると思ってですね、母は弟に ずいぶん設備投資というか投資したんですけど、それがですね西洋医学の方できちんと進んだんですけど、最近漢方の東洋医学の方にハマってましてですね、そうだと、そうなんです、もう火を回収できないんですか。私がですね、弟の病院に行ってですね、きちんとした薬くれって言ってもですね、彼はですねつむらとかですね、漢方医学で治そうとするですね、でも主流なんじゃないですか。いやでも ね, ねえそれって西洋医学でだけで治そうというのは自民党ですか。そう、あ、それはありますね。外科的、外科的体質、外科的体質はね自民党のね、あの割とかもしれないですね。これは、ね、治してください。はい、しっかりね。別に悪くはないんですよね、自民党はね。素晴らしいですね。いや、そうなんです。はい、すいません。ここ50というのは何でしょうか。これはですね、幼稚園時代ですね。はい。当時ですね、幼稚園入った時ですね。うちの、我が家には階段がなくてですね、全部あの平屋の1階建ての平屋でありまして、階段がなくて、階段ずっとですね、幼稚園入ってから階段のある建物初めてでですね、ずっとあの授業も出ずに階段の上り下りしてたっていうですね、あの寂しい過去がありましてですね、結構引きこもり、意外と一人ぼっちが好きな寂しがり屋です。そうですか。でもその頃からあの後でちょっと聞いていきたいんですが、漫画とかそういうのを読まれていたということですか。ですね、当時はね漫画も好きでしたね、当時から漫画とか結構ハマってましたね。そうですか、ちょっとそれ後で聞きたいですね。はい、60%、 60% 10歳の時はですね、結構勉強一生懸命してましてですね、そんな感じしますよ、はい、いやいや瞬間的に勉強してました。そうですか、はい、ちょっとモテたりしてます。いや全然モテません。もうね、昨日バレンタインだったんですけどね、私は本当にねバレンタインでね甘い記憶というのが一度もないんです。いやみんなそんなもんですよね。いやもうね本当にね、永田町ってバレンタインに行くとチョコレートだらけですよ。あ、そうですね、永田町はね、まあ、秘書さんなんかね、あんな笑ってますけどすごいもらってましたよ。結構ね、そうですよね、ねうちの秘書さんなんかも、ね、もらってます、もらってるんですよね。ねえ、本当にねチョコが横行してますもん。結構ね、永田町はね、いまだにね古い体質ですね、そこはね、いまだにギリチョコっていうのがね主流になってますからね、自民党体質ね、ダメですよもう。もう本当にねその頃からねもうモテなかったですね。そうですか。小学校 あのだいたい4年生ぐらいから。そうですか。自分がモテないんじゃないかっていうのはその頃に若干気づき始めてます。そうですかね、はい、はい、じゃあ 55% というのは、はい、ここでですね、はい、大学生の、あ、もう大学ですね、はい、大学、高校大学の時ですね、はい、どちらの大学。あの大学はあの東京の玉川大学っていう。玉川大学、はい、じゃあ愛知県から来たんですか。そうです、そうです、はい、一人暮らしをさせていただいて、はい、ずいぶん親に迷惑かけてすねをかじってましてですね。そうですか、はい、どんな大学時代だったんですか。あの学生時代はですね、あのアーチェリー部、あ、そうだ、アーチェリーだ、アーチェリーやってます、スポーツやってまして。そうですね、そうなんですよ。こう見てもですね、玉川大学のですね、歴史あるアーチェリー部でもですね、首相やってたんです。あ、やっぱ違いますね、そうなんです、政治家を志す方は ね、 でね、トップやってたんですけどね、一応その時ですね、同期のね、あの男性部員が2人しかいなかったから、首相か主務かっていうね、もうね、じゃんけんで決めなきゃいけないっていうね、そういうね、あのオチもあったっていう。なんか庭先生って、はい、立川家かなんかになんか、いやいや全然一切関係ない、そんなね、あの話し方とか笑いもね全然一切届きないですね。そうですか、はい、40%、これがね、はい、あの大学卒業する頃からサラリーマン時代ですね。あ、サラリーマン、証券会社、まずですね、大学から卒業の時はもう政治家を志したんですか。いや当時はねまだ志してなかったですね。あ、じゃあもう普通に就職される、普通に就職してました、はい、どちらに就職されたんですか。証券会社、地元のですね、はい、名古屋の方の証券会社に勤めております。はい、ちなみに何というところなんですか。あのアーク証券というですね、今もあります、あのそこの証券会社に。そうですか。約7年半勤務いたしておりまして。まだ電話の時代ですか。そうですね、まだネット取引ない。ないですね、ネット取引はまだないです。そうですか。だから我々もですね、あの営業マンでですね、1日電話100本かけなきゃいけないってことですね。あ、全く無作為。そうなんです。でね、上司からね、あの受話器とですね、手をですね、はい、ガムテープで巻かれるんです、ね、で100件かけるまで話してくれないっていうね。そう、本当ですか。だからね、たまにね117かけたりしてね、ずっとね、あの天気予報と話したりなんて、そういうね、はい、あのだんだんね、あのずるさも覚えてきたっていうね。そんなこと、今だったらパワハラとかね、なんかめんどくさいこと言われそうですけどね。あ、そうですよね。ねえ、でも当時はそれがね、あの主流でしたね。あ、そうですか。とにかくね、下手な鉄砲にも数打てばね、お客さんが取れるんじゃないか。取れたんですか。いや、それでも やっぱりね、随分、お客さんにね、好かれて、好いていただいて。そうですか。でも皆さんそうやって苦労されてますよね。いや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 、相澤先生だってね、原口さんだってここ来た時おっしゃってたけど、あの松下政経塾でね、手を打ったとかね、はい、ありましたもんね。そうですよね、はい、あります。そんなようなもんですよね。ですね、本当にね、はい、
7年間約7年半ですね、はい、証券会社に勤務、当時だからバブルが弾けた後で、もう日経平均が、まあ、今ほど7000円台っていうのはなかったんですけども、うん、あの1万円、1万2、3000円から1万9000円ぐらいの間でずっと推移してた時代ですね、うん、あ、そうですか、だからその時、IT バブルっていうのが当時はありまして、何年ぐらいですか、私が27、8の時ですね、ですから今から11年ぐらい前、はい、あのソフトバンクとかですね、2004年とか5年とかですね、NTT データとか、あのその辺が IT バブルでですね、随分ありましたね、それでちょっと良かったんですね、ですね、若干良かったですね、はい、はい、でここで 80% になったんですが、はい、で証券会社辞めてですね、あのここはあのかあの今の家内と知り合った、あ、どちらで知り合ったんですか、まあ、これはあの 人の紹介ですね、まあ、あの最近は合コンなんてよく言いますけどね、素直に言うと合コンかもしれません、はい、あ、そうですか、あのちなみにね、その合コンは私がセッティングしたんです、でね、証券会社時代、はい、私がセッティングして、あの家内が来てくれて、私が家内を、はい、で自分のためにやったり、いや自分に、まあ、あとから行けばね、当時から下積みが好きでセッティングが大好きだったんです、今なんか違うでしょ、顎で一つ、いやいや、今だにセッティングは好きですね、そうですか、はい、おめでとうございます、結婚されて、でまたここになかったんですか、そうですね、この時ですね、はい、その、証券会社をここで、あの80と80の間に辞めまして、で、知り合いの会社を手伝うようになりましてですね、はい、で知り合いの会社を手伝ったりですね、あとあの、まあ、議員の先生のですね、はい、まあ、小村正彦外務大臣 の、はい、あの先生のですね、まあ、名古屋の秘書という形で、置かせていただいてですね、そうですか、小村先生どんな方なんですか、いや非常にいい方ですよ、素敵ですよね、いや素敵です、あのね、あの非常に言葉遣いもですね、なんていうんですか、ウェットに飛んでましてね、イギリス人みたいな、そうだそうだ、あのね、その時は嫌いだっていうのは分かんない、家帰ってからね、あの時はね、もしかして俺はひどいこと言われたんじゃないかっていうね、非常にですもうね、振り返ると結構辛いっていうね、あ、死に数すぎて分からなかったとか、ね、この間もですね、自分の誕生日にですね、高村先生のところにですね、今日誕生日ですってご報告に行ったらですね、12月20日です、12月20日に、報告に行ったんですよね、それはなんかね、お小遣いかね、プレゼントかもやるかなと思ってね、ワクワクしていたんですけどね、言われた言葉がですね、お、そうか、もうタバコ吸う年になったかとかです、ね、それはね、身長いくつになったとかですね、もうね、聞いてくることがやったか、すみません、あだ名はプチでしたっけ、プチです、あだ名プチですか、小さいというか、なんかプチってちっちゃいようなイメージなんですね、そうです、身長はいくつなんですか、ちなみに身長が160、これも結構慣れてますよ、言い方ね、だいたい ね、あのね、慣れてないと160ってなるんですけどね、慣れてるとね、スッと出てくるんですからね、本当ですか、さすがサブカルの、いや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 、ダメですよ、もうね、お恥ずかしいばかりです、すごい人ですね、はい、そして初当選ありますね、はい、この時は、はい、やはりですね、まあ、気持ちも80か90ぐらいに向かっている時ですね、そうですか、幸せ度数もですね、一応地盤があったということですか、そのおじいちゃん、いや、おじいちゃんが亡くなって、18年経ってから私が出てますので、その間はもう違う方がやられてるんですか、その間は違う方がやられたりですね、でもまあ覚えてる方多い方ですね、そうですね、それはね、随分、助けていただきましたね、そうですか、本当に、この時は小泉ブームでこの83回の時の、そうですそうですね、はい、あれですよね、でね、その前にも1回出てるんですよ、で30歳の時にも1回出てまして、その時は落選してるんですね、書いてないですよ、あ、すいません、まあそこまでは、いや別に封印するほどのもんじゃないんですか、ですけどね、それは自民党で出られた、自民党です、一応もう自民党を裏切るつもりはないっていうね、ただね、自民党がね、このまま扱いひどいとね、いつか裏切るかもしれないぞ、ちょっとこれは出ておいた方がいいんじゃないかっていうね、そんなつもりは一切ありません、すいませんでした、もう大変です今、党議拘束かけられました、いや本当にね、いきなりね、はい、そして初当選で、まあ、4年間、はい、長かったですけどね、最後は麻生太郎首相で終わったと、ね、そうですね、その時36歳でですね、落選したんですけどね、はい、この時がですね、まあ、気持ち的には 94.5% だったんですけどね、寂しい思い出がありましてね、何でしょうか、私の対戦相手が、同級生の父親だったっていうね、あ、やりにくいですね、これがね、やりにくかったんですね、遊びに行ってたおじちゃんがね、そうなんです、知ってる、ですよね、知ってる人でね、それ以来ね、その同級生と電話できなかったって、なってしまったって ね、結構ね、恨んではないんですけどね、根に持つタイプなんです、そうです、まあ、ちょっとしたもね、機会で ね、そうなんですね、なかなかとっつきにくいってなりますよね、お互いね、ただ
その同級生のお父様がのおかげでまた今、はい、バッジを作ってるんですよね。その同級生のお父さんがですね、そこ皆さん聞いてください、持ってる方って違うんですから。いやその同級生のお父さんが、なんか違う選挙出てしまって、でそれでいなくなってしまって、それで急遽補欠選挙という形になりましてですね。そうなんですよ、ですから丹羽議員はですね、もうその時の情勢によって結構大惨敗してしまったわけですよ、ですがその対戦相手が名古屋市長選に出てしまったわけですよ。そうなんですなのでさっとね、いやー助かりましたね、すごい持ってますよ ね、 いやもうね、感謝しなきゃいけないと思うんですけどね、すごい持ってるんですよね。本当にね、ありがたいです。でもしかも出た方が民主党の方で、河村たかしさんとの一騎打ちみたいな感じだったんですよね。だから河村さんと戦うっていう方がそもそもが、あんなマスコミを使うのがうまい方、しかも同じ元民主党同士でしょですね。もう絶対ね、いやまさかね、最後の最後まで出ると思ってなかったですからね。ですよ ね、まさか出るっていう感じですよね、どうして出るんだろうと思ってね。でその時に、こうやはり夜明けの日が見えないわけじゃないですか、まあ、浪人時代で。そうですね、もうね、辛かったですね。辛いですよね、パッと光が差したわけじゃないですか、すごいことですよ、ね、いやそう思いましたね。もうね、もうその時にね、ふとね、もう達観しました。運だけで生きてこう、しょうが、さすが、いや運もね、実力ですもんね。生涯、ね、実力をつけずに運だけで生きてくっていうね。そうですか、達観しましてね。そうですか、素晴らしいです、ね、とんでもないです。いやでもね、本当に運が良かったですね、で去年で言いますと、平成23年の唯一の国政選挙だったんですね。それが補欠選が、そうなんです、去年の11月4月4月の補欠選挙だったんです。そうですか、それがね、去年唯一の補欠選国政選挙だったんで、そういう面でも全国的に注目で、震災後の、3月11日後のですね、補欠選挙の国政選挙だったんで、非常に全国的にもね、注目度が高くてですね、非常にありがたかったですね。そうですよね、選挙はその時の選挙はもう辛くないっていう感じですか。だからそうですね、大勢の方に支えられてですね、まあ、当時やはり震災後の対応っていうのがね、非常に大きな問題に なったところですからね。そうですか、はい、でその落選の間に AKB にハマるって書いてあるんです。いやハマりましたねもうね、落選中にね、ふとですね子供と家内が寝てるとこでですね、起きてきて、NHK をつけてね、NHK でやってたのが AKB 特集ってやつ、それを見てね、好きになっちゃった、ちゃいましたね。高見菜ちゃんとか頑張ってる、高見とかもいいですね、もう彼女たちが努力している姿を見たらね、やっぱ自分も負けてらんないと、だからね自分はこのまま運だけでいこう、もうね改めて思いましたね。そうですか、見に行ったりするんですか、いやでもね、実はね、補欠選挙やる前はね、見に行くつもり満々でね、チケットも取ったんです、まだ浪人生活も長そうだし、まあ、ちょっとたまにはそうなんです。1月のね、4月に補欠選挙があった時で、1月のね、チケットをね、AKB 劇場取ったんです、だけどね、さすがにね、補欠選挙があるっていうふうに分かってたんで、行けなくなっちゃってね、行けなくなっちゃってですか、かといってね、ネットで転売っていうのもやらしいんでね、そのままね、地元の事務所の机の中で眠ってます。そうですか、で当選したらね、実は行きたかったんですけどね、さすがに震災後ね、AKB のね、劇場にね、国会議員が行ってたなんてことになるとね、ですよね、これはなかなかね、行きづらい面があるんでね、H ロックとかね書かれてね、いや本当にね行きたい、でもね、まあ気分転換には行ってみてもいいな、いやそれはそうです、社会勉強ですよ ね、変な視察行くようにね、 AKB 劇場行った方がいいですよね。いや彼女たちはね、でもすごいですよ、そうですよね、本当にね日本の代表したね、国際的にも有名なトップアイドルですよね。そうですね、本当にね、きっともう国会議員の皆さんより稼いでると思うから、献金してもらった方がいいですね。あよろしくお願いします。個人的に小治さんお願いします。あやっぱ綺麗系が好きなんですね、オタクと言いつつね。小治いいですね、ね、美人系ですもんね。いや本当にね、モームスのなんとかさんにそっくりですよね。モームスの誰かみたいな、タイプ的にいません、そういう中澤じゃない、いやだから小治さん似てる人、小治似てる人、モームス誰かいましたっけ、すごい綺麗な人、誰も知らないですけど、ね、ちなみに言うとですね、高校時代にオニャンコクラブっていうのがあったんですけどね、オニャンコにはね一切ハマらなかった、ハマらなかったんです、ハマらなかったんです、ダメだったんです、なんでですか、時はね高校のね学生のね、一クラス、うちの学校でいうと、大体45人か50人ぐらいだったんですけど、ほとんどね約9割近くがね、当時おにゃんこだったんですけどね、なんでその時はね、なんかね、人と違うことや
が好きだったんですね。だからみんながおにゃんこだからね、自分はね、あの当時はねスタジオジブリとかそっち系にねアニメ系に行ってたね。でね、で今ね AKB が出てね、同世代が AKB にはまってないからね、じゃあ自分 AKB でもいいんじゃないかっていうね。それでね、そうですか、 AKB にハマってしまった。何の曲が好きなんですか、 AKB？ やはりね、あのヘビーローテーションもいいですけどね、カチューシャとかもいいですね。カチューシャね、でもフライングゲットは元気出ますね。ね、フライングゲットいいですよね。いいですよ、元気出ますよ。じゃあみんな歌って踊れるんですね。いや一応ね、踊りはさすがにね、あのまずいんでね、あの一応 CD とかね、DVD は必ず買うようにね。そうですか、させていただいてますね。 AKB から元気をもらって、いや本当にね、国政活動されているということですね。いや彼女たちのね、元気さ、もしくはね、本当に彼女たちが国際貢献してると思いますね。元自民党もね、AKB 見なきゃダメですね、あれはね。まあ、でもアジア席巻してますからね。いや本当に自民党より有名かもしれないですね。いや有名ですよね。野田総理知らないけど AKB 知ってるって、確かにアジアなんか絶対そうですよね。いますからね、でまだアジアが牽引してるわけですから、ヨーロッパが真似してるわけですね、アメリカとかね、欧米がね。結構ね、やはりアジアの人たちっていうのはね、うんうん、手に届くアイドルっていうのはやっぱり、うんうん、やはりマドンナとかね、うんうんうん、ああいうレディーガガとかになるとね、うんうん、もう手に届かなくなってるんですよねあのアジアの、ちょっとね、発展途上国からすると、うんうん、AKB っていうのは比較的にね、手に届きやすいアイドルっていう面でね、やはり彼ら その発展途上国の人たちも、うん、そういう面で AKB なんか憧れてるみたいですね。そうですか、でもやはり AKB の、ドキュメンタリーとか見るとやはり選挙に似てますもんね、ちょっと ですね政治とかね。いやちなみにですね、私の補欠選挙で取った票数がですね、去年のね、はい、AKB の総選挙、前田あっちゃんが取ったね、票数に負けてたっていうね、これはねちょっと悲しい事実があったんですけどね。でもね、向こうはね、一人でも何票入れるっていうね、ですよね、ことがねあったんでね。すみません、前田敦子さんちなみにおいくつ取ったんですか？前田あっちゃんがね、13万票ぐらい取ってるんですよね。前田あっちゃんね、前田あっちゃんがね、ちなみに13万票ね、丹羽秀樹はね、10万2000票。もういいじゃないですか。ですね、そういうことがあったんでね。だって10万取ればね、東京ドーム2杯分ですから。いや、それはありがたいですね、本当に ね、もうね。だってエグザイル行って私も思いましたもん。あ、エグザイルもいいよね。エグザイル大好きですから。僕ね、巻田になりたいんですよ。いや、私、高広。ああ、いいよね。いつかね、巻田エグザイル入れてくれないかなと思ってね。やっぱり、やはりあれですよね、先生、違うタイプは憧れるんですね。ね、本当にね。ワイルド系。ワイルド系に。ちょっとね、この辺にひげ生やしてね、巻田みたいになってみたいなと思うんですけどね。やはり政治家としてひげ生やすのはタブーなんですか？まあ、なかなかね、まずいですよね。そうですか。多分ね、今この番組見てるうちの秘書さんなんかね、なんだ巻田なと思ってるかもしれないですけどね。そうですか、もうイケメン図鑑ですからね。いや、かっこいいですよ、エグザイルは。そうですよね、まあ、ですので東京ドームエグザイルで行くと、あ、これが5万人なんだなと思うと、衆議院議員の先生はかける2を取ってるんだなと思うとね。いや、本当にありがたい有権者のね、大変なことですよね。2つを受けたっていうのは重いことです、これは。もう本当にそう思いますね。じゃあ AKB を見てさらに元気をもらいましょう。はい、頑張っていきます。はい、丹羽秀樹さんの幸せの数年表でした。すいません。はい、いっぱい来てますよ。いや、いろんなの来てるんですね。そうですね、全部名前言えますか？ですね、さすがに全員は言えないですよね。まあ、主要メンバーはほとんど、確実に十中八九言えます。知らない以外の人はみんな知ってます。神イレブン、神イレブンだっけ今ね、そうですね、神イレブン、神エイトっていうんだ、ね、神エイト、いや、まあ、いろんな方が見ていただいてありがとうございます。自民党もね、AKB 見習うべきですね。うん、そうですか。いや、彼女たちのね、浸透率をね、自民党もね、もっとメディアを上手に使ってね、秋元康に自分とプロデュースしてもらった方が、いや本当ですよ ね、いいかもしれないですね。でもこの間秋元さんがなんかつけた名前で、自殺防止のやつでね、停止になっちゃったじゃないですか。あ、そうですね、何でしたっけ、ゲートキーパーベーシック、あ、そうですか、GKB47 ね、あれもね、残念でした。まあ、話題性という意味ではね、一つの話題、まあ、自殺者がね、年間3万人、ちょっとシャレにならないからね、ね、方々が11年続いてるっていうのはね、これは先進国では異例ですよ。そうですね、そうですか。でもあれですよ、総選挙もね、やはり永田町の名前を取ったわけですから。あ、そうですね、取られたわけですから。いや本当にね、取り返すべきですよ。今度我々が ね、じゃんけん大会、じゃんけん大会、自民党総裁、もしくはね、自民党総裁を一日所長みたいな感じでね、じゃんけんで自民党一日総裁よっていうのね。そうするとね、目立たないね、山本一太さんとかそういう人ばっかりいつも出てるじゃないですか、日田さん、勝手さんとか、そういう人以外がね、以外がね、目立ちたいですよね。アイドルがね、一日総裁になってもらってもいいんですよね。
これね、アイドルでもいいの？アイドルでもいいです。でもじゃんけんってみんな自民党員ね。あ、自民党員でもいいですけどね。そしたら自民党員一気に増えますね。でね、県あのね、自民党のね、なかなか決まんないね、問題事項がすると一日でね、すべて解決するんじゃないかっていうね。もう今、秘書さんすごい嫌な顔してました。いやー、下向いちゃってましたよ。さっき脱ぎ出して喜んでました。ドキドキしてます、もうね。今すごいムッとしてましたよ。はい、執行部の皆様、申し訳ございません。そんなあの思いは一切持っておりません。はい、次のコーナー行きたいと思います。はい、最近の政治トピックスです。いやー、お願いいたします。はい、何かありますか？最近はですね、はい、私、復帰してからですね、国会対策副委員長という役職をいただいておりまして、はい、で国会対策って何やるのって、ね、国対って何とかね、よく聞かれるんで、私もね、最初は国対っていうとね、国民体育祭みたいなね、思ったんですけどね、国会対策というのはなかなかね、一般の人たちには分かりづらい部分がありましてですね、それこそこうインナーでやる政治って感じしますもんね。いや、本当そうですね、見えない部分ですからね、非常にね、ね、民主党さんなんかはね、当時その我々が与党時代に国会対策政治、国対政治が良くないって言って、もう行き当たりばったりの政治をやろうって言ってね、言ってきたんですけどね、それが今の与党になったらね、いきなり行き当たりばったりばっかりでやってるんでね、政治が止まってばっかっていうのがね、最近ありましてですね。今ちなみに委員長どなたなんですか？岸田文雄先生、広島一区のですね、宏池会の方ですね。いや、本当にね、ナイスガイです。素晴らしい先生ですよ、本当にね。男としても惚れるタイプですね。そうですよね、野党だから、はい、国会対策の人数も少ないんですよね、今少ないですね、当時はね、与党時代はね、国会対策副委員長で15、6人いたんですけどね、今はね、8人ぐらいになっちゃったかな。そんな半分ぐらいに減りましてですね、まあ、よくね、ニュースで映ってますもんね、国会の前の、はい、なんて言うんですか、ああいうのは、理事懇談会とかですね、で座って黙ってるところですよね。そうですね、もしくは国会対策委員長会談というのがですね、それによってですね、はい、国会の、まあ、委員会とかですね、進め方というのが実は決まってくるんですよ、何日に国会を、例えば2月14日に委員会、この委員会開いて、で2月15日はこの委員会開いてっていう、そういうのが大体その国会対策の中で決まってくるんですよね、で実際そうしないと、同じ日に同じ委員会がどんどん、そうですよね、重なってきますとですね、はい、出れない議員なんかが出てくるんですよね。そうですよ、でも掛け持ちされてる方多いですよね、多いです、で中にはね、質問者なんかもね、他の委員会が かぶってますんで、これで質問打ち切りますだっていうね、そういう先生もいるぐらい。でもそういうなんか交通整理っていうのは分かるんですけども、はい、すごい非常に厳しい案件とかあるじゃないですか、そういうのの交通整理っていうのは一番大変ですよね。ですね、でそういうところからね、有権者の方々にね、説明しづらいっていう部分があってですね、で例えば昨日今日も実はこの大事な予算委員会が止まってるんですよ、でこれ一番ホットな問題なんですけども、はい、どうして止まってるかって言いますと、去年の8月にですね、幹事長、民主党の幹事長、自民党の幹事長、公明党の幹事長でですね、高校無償化、はい、この高校無償化について、再度検討、検証して、で予算に、組み込もう、はい、でこの検証検討というのが全く行われてなかった、はい、でそんなのにこの平成24年度今年4月から行われる予算に、予算枠だけ高校無償化予算で取ってあった、はい、去年と同じように、でこれは何も検証してないんじゃないかって言ったら、よく考えたら向こうがですね、政府の方が検証してなかった、忘れてたほったらかしそんなことってあるんですか。もうね、もうこれはね、高校無償化の放置プレイなんていうね、言われてますよね。いや放置されてた。本当ですか？そうなんです。だから高校無償化によって、まあ、私学の高校とかね、公立高校は無償化ね、大前提だったんですけど、私学の高校なんかはね、生徒数が減ったとかね、授業料のね、上乗せ分ができなかったなんていういろんなことがあったんですけどね、そういうのを検証してなるべく私学とこの公立高校のバランスを取っていこうって我々は言ってたんですけど、それこそ役人が悪いと思いません？いや、それはね、役人もね、気づいたらね、言わなきゃいけない。そう、言わないんでしょ、めんどくさいから。言わない、めんどくさいから言わない。それ国会議員はね、放置プレイに いやー、もうあぐらかいさ、あぐらかいた。でも、国会議員はまだ許せる。役人がそれ問題だと思うんですね。ほったらかしですね。事務方なんですからね、放置されてますよってことをね、おっしゃっていただいて、同じような問題が子ども手当もそうなんですよ。
まあ、それはちょっとあれなんじゃないですか、分かってて。子ども手当もですね去年あの3党合意で子ども手当っていうのがなくなって、子どものためのですね、保障手当とかあの名前が変わったんですね、それによって申請し直さなきゃいけないっていう人たちが大勢出たんですけど、それもですね、役人がほったらかしにしてて申請が出てなかったんでもらえない人が今ですね、あの結構大勢出てるっていう、この12月から回ってない人が大勢出てたっていう。そうなんですか、これもね多分あの今日明日のねニュースの話題になってくると思うんですけどね。そうですか、大問題ですね、またね。そういうことがねしっかりね、検証できてないっていう、政治家もね役に任せきりって、これ良くないですね。そうで、誰がやってるのかっていうのもね、自分はやってないけど誰かやってるだろうと思っちゃうんでしょうね。そうなんです、責任がね。ねえ、でも自民党時代ってそういうのはなかったんでしょうかね、おじさま時代とかね、まあ、おじいちゃんの時はね政策の放置 あったかもしれないですけどね、でもね私ちょっとその当時の記憶あんまりないんですけどねまあただね今よりは丁寧に物事を進めてましたよ。そうですね、あと今マスコミやはり先導型で、まあ、ネットもありますから、チェックの人が多いじゃないですか。ですね、永田町で忘れられても世間は覚えてるっていうのがね、結構今そうです ねそういう面がありますからね、それは逃げられないです。いや本当にね、そうですか、役に大変ですね、怠慢ですね。いやこれはねひどいことですよ。そうですか、検証もしてなかったっていうねいやびっくりしました。大変ですね。いやあのね、何のために高校無償化してね、そういってね、この高校無償化の向こうの概念はね、はい、子供のね、この親の負担を減らすっていう概念だったんですけどね、はい、何のためにね、その親の負担本当に減ったかどうなのかっていうね、そういったことがしっかりね検証できてなかったっていうのはびっくりしましたね。そうですか、わかりました。はい、他にありますか、大丈夫ですか。最近の政治トピックスはですね、はい、まあ新党、はい、新党分ね、大阪でもね、愛知県でもね、もう近いから大変ですよ、余波が。本当にね、東京はまだね余波はないけど、うちの方はね、愛知県でもね、選挙区は尾張の方って言いましてですね、名古屋城、名古屋のちょっと北側のですね、春日井と小牧とか犬山とかですね、かつての織田信長戦国時代の古戦場が、お城があったとこばっかなんです。ちなみにこの犬山城なんてすごい場所ですね、もう400年前のお城がそのまま残ってるんです。一度もね当時から戦国時代から燃やされたことがない城。すごいですね。いやそうなんです、そういう城がありましてね、織田信長の権力をまだ誇示してるってことなんですか。いやあの国宝のね、当時も 4,5 年前までね、個人所有の唯一のお城だったっ。あ、個人所有だったんですか。そうなんです、名古屋のお金持ちは買ったんですか。鳴瀬家っていうね、代々のね、尾張藩の家老が持ってたお城、だったんです。でこのお城がね、そんな激戦区でなんでね、燃やされずにいたかっていうね、いろいろね歴史的な意味合いもあるんですけどね、まあ、そういう新党がね、最近そういったところがね、名古屋なんかも出てきましてね、ちょっと話戻します。新党が出てきてね、ずいぶんね、大変だなっていうふうにね、我々も実感してます。地元回ってましたけど、新党どうなるの、新党どうなるのなんつってね。でそのお城に出入りしてたとかそういうことじゃなくて、いやお城ちょっと話し合いずれちゃってすみませんでした。新党どうなるのってよく聞かれるんですけどね、それは聞かれますよね、有権者の皆さんが、ね、回ってるとね、うん、気になりますもん、あれだけマスコミで言われてて、これだけ閉塞感があると、なんか期待しちゃいますもん、ね。いや向こうやはりね、新しい党に期待するっていうのはね、これは本当にあると思うんですけどね、応募してないですよね。いやそんなね、いやいやいや、自民党を裏切りません。もちろんね。だね、やはりね自民党もね長い歴史があってね、長い歴史の中で悪いこともあるんですよ。だからそこは直さなきゃいけないけど、長い歴史の中でいい部分っていうのはね、やはりこれは自民党持ってるところありますんでね、長いその歴史観という中でですね、そこをねもっと自民党伸ばしてね、やはり新党の人たちがどういう歴史観とかお考え持ってるかっていうのはね、いろいろあるかもしれませんけど、やはり自民党だから、そのじゃあ自民党選挙か次勝てるか勝てないか分かんないかもしれないから、新党に乗っていこうっていうのはね、あんまりこれは僕はね、よくないと思うんですけどね、どっしり構えて、どっしり構えてね、とか言いながらね、応募したらすいません、もうね秘書さん帰ろうとしてます、ね、いやすいません申し訳ございません多分怒られると思います。いやもう後でね反省も あれはちょっと言い過ぎだと思います。いや本当に、ね、大丈夫です。はい、はい、最近の政治トピックスでした。はい、いやはい、また来てますかね。はい、あ4つ、はい、アイドル番組ではなかった放置プレイ、はい、はい、フリップはトピックスだけどテロップ、あ、そうですね、ありがとうございます。どうもすみません、
1233さんありがとうございますはい、それでは次のコーナーに行ってみたいと思います。今だから言えるあの日のあの出来事です。あ、いいですねすごいいいゲストですね。あーとかね、盛り上げてくる。客席負けてますよ。いやー、これね、素晴らしい。今だから言える先生に、はい、今だから言えます、はい、何でしょうか。特にありません。いや、そういうわけじゃなくてですね、あの同期で、初参回同期で、はい、83人、この本久々に出してきましたよ。いや、83人のね、素晴らしい同期が、小泉さんのね、初参回の、あの国会議員の皆さんが有志で出した本なんです。はい、私もあの国会議員200人ぐらいインタビューしてるうちの8参加結構いたんで、はい、これも毎日のようによく見てたんです。 ありがとうございます。久々に出してきました。はい、いや、すみません、ごめんなさい。いやいや、当時ね、はい、あの結構仲良かった誰どなたですか、議員さんでね、はい、あの某ね、杉丸、ソフトバンクのね、ソフトバンクの ね、 ね、もう彼と結構ね、あの電話なんかして仲良かった。昔、意外と今芸能人だから、今芸能人になっちゃってね、びっくりしましてね、 CM 見てね、ドコモだっただろう昔。ああ、使ってたけど。ドコモ使ってたんだ。いやー、びっくりしちゃった。でね、彼の携帯に電話したらね、繋がんなくなってたってね。もうね、当然ですよ。彼の中では当然孫さんですよ。ですね。乗り換えが早くてね。ねえ。あれぐらい早く行けない。そう。あ、アジアなんだめね。行けなきゃ、行けないのかなってね。ねえ。どうも不器用ですいません。あ、そうなんですか。でもね、杉村さんもあれですよね。太蔵さんも最初の頃は発言されてましたけどね。最後はね、あんまり皆さんとも交流もなかったし、ね、うん、マスコミにも閉ざしてたし、いや、ちょっとつまんない時期でしたよね。ちょっと引きこもりっぽくなっちゃったからね。ねえ、ちょっと車に構えてましたよね。かわいそうだったですね。今すっかりね。いや、彼は ね、やっぱりまた政治のね、意欲があるなら頑張ってほしいと思いますね。あるのかな、どうなんだろうね、うん、なんか新党作ったら呼んであげてください、ね、何言ってんですか自民党、自民党です裏切りませんから、おじいちゃん誰か、はい、いやいや、そんなそんな、ありえないですよね。いや、そういうことがありましたですね、まあ、あと、政治の世界で言いますとですね、はい、今だから言えるあの日の出来事なんていうわけじゃないですけど、まあ、自民党の当時ね、あの小泉さんの、郵政のね、風で勝ってね、来たんですけどね、やっぱりあの当時自民党もね、行かなかったのはね、あの間違った方向にね、全員がもう進んでたっていうのにね、誰も気づきながらね、あの言えなかったっていうのはね、何年ですか、やはりあの2006年の、あの6年からのですね、選挙後のですね、2009年、1年ごとに総理変えてたっていう時代の、もう小泉さん辞められてからですね、安倍さんからずっと1年ごとに変わった、安倍さん、福田さんとかね、麻生さんまでね、麻生さん、はい、ありましたね。やっぱりその時はね、自民党ももう1年ごとに変えてたらおかしいんじゃないかってね、みんなが思いながらもね、誰も言えなかったって言えなかった、うん、あれはね、誰かが言うべきだったんですね、ちゃんとね。でも宮城県の九州の方の人は大政奉還だとか言って、 ありましたね、彼受かりましたよね。いやー、本当にね、あの東国原さんもね、おられましたしね、いろんな方もいらっしゃいましたしね。あ、そうですか、でも言えないですよね、一回生はね、なかなかね、発言がね、ねえ、言ったらちょっと変わり者とかね、いや、思われますしね。やはり横並びを重視する自民党ですから、当時やっぱりそうでした ね、でもね、最近思うんですけどね、ギザギザな自民党でもいいんじゃないかなと思う。あ、まあ、メディア個々に皆さん持ってますからね、うん、そうなんです、そうなんです、発言できる機会っていうのがものすごく多いですからね。こういう番組にしてもですね、やはり一つ その発信のね、発信源として、やっぱり自民党もバカにしちゃいけないですよ。こういう番組もっとね、どん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 ね、偉い人が出てくるべきですよ。麻生さんとか安倍さんとかね。あ、そうですか。ああいう人が出てきてね、そうですか、当時はこういうことがありましたとか言うべきですよね。そうですか。誰が出たっけ、名前は。谷垣さん出てくれたから、昔のね、そうですか、前のミラチャンネル。ガキ。ガキね。ガキいいですね。ガキ出てくる。ガキも大変ですね、今ね。いや、本当にね、最近はね、自民党の伸びたなんていうね、いう人もね、中には出てきたりしてますけどね。で、誰がジャイアンとか。さん怒ってます。誰がさん怒ってますよ。ジャイアン、誰がジャイアンなのか、ね、ジャイアン誰だろう。しかもね、その伸びた何が可愛いと、ドラえもんがいないんじゃないかっていうね。あ、そうね。あ、ドラえもんがいない伸びたなんだ。いやいやいや、じゃどうしようもないじゃないですか、今。いや、だからね、今ね、自民党が一丸となってね、全員がドラえもんにならなきゃいけないんです。そう。ね、伸びたを助け、皆さん自民党ね、あのドラえもんになってくださいね。はい、頑張ります。だからね、みんなでね、みんながスネ夫みたいに足引っ張り合っちゃいけない。ですよね。それがね、今の自民党必要なことですね。そうですか。ジャイアン考えちゃうな、誰か。いやいや、まあ、まあ、それはね、置いておきましょう。ジャイアンはね、置いておきましょう。もう秘書さん大変怒ってました。いやいやいや、大変です。ちなみにジャイコもいるかもしれないですね。はい、また見てみます。はい。宮城いいですね。奥様は AKB の誰に似てますか？ああ、うちの家内は
奥様はね、すごくね、綺麗でね、いい奥さんなんですよ、今すごい目が細くていい目、いい顔してましたよ。もうね、本当にいつも感謝してるんですけどね。そうです。でもね、その家内をね、怒らせるのは僕うまいんですよ。どうやって怒らすんですか。なんかね、存在が怒るとかね、最近ね、いるだけでイラッとくるんで、家の中でね、存在を消していなきゃいけないなんてね、空気より薄い存在になるって、ね、そうですか。そうなんです。誰に似てるんですか。いや、誰に似てるかな。最近家内ね見てますとね、意外とね似てるのは、こじはるですか。いや、こじはるには似てないですね。高見奈ちゃん、峯岸ちゃんに似てるんじゃないかな。峯岸ちゃん、峯岸みなみってね、子がいるんですけどね。前田ちゃんと同期の方ですか。そんな感じも。わかりました、似てますね。そうですか。いや、綺麗ですよ、すごくね。で、当然ですよね。ね、もうね、もう本当に大使の妻ですから。弁当があることにね、家内にね、上納品を献上いたしておりますね。あ、帰ってきてよって。いやいや、もうね、ちゃんと買ってまいりました。イベント行ってるんじゃないですか。ちゃんとね、家内のイベントはね、クリスマスとか誕生日とかね。あ、そういうイベントね。AKB のイベントじゃなくて、ね。AKB のイベントじゃなくて。あ、よかった。はい、もう家庭内のイベントにね、ちゃんと家内にね、上納しなきゃいけないっていうね。そうですか。献上品というものがありましたね。いや、皆さんここまで聞いていただいても分かると思うんですけども、丹羽議員はですね、本当にサブカルの機種でして、自民党内の。いや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 、自民党でなんか1万人集めた会をやってるんですよね。あ、なんていう会ですか。なんでしたっけ、1万人集めた会。ネットサポーターズでしたっけ。あ、そうですね。そんな会をやって、カフェスタとかね。カフェスタじゃなくて、なんか1万人集めた麻生さんが発起人となった、あ、ネットサポーターズの、ネットサポーターズ JA なんとかとか言って、ね、やられて知らないんですよね。あんま知らない。あんま自民党詳しくないから。でもね、そこで一番あれですよね、こんな詳しい方はいない、サブカルに詳しい人は私じゃない、丹羽議員だっていうふうにね、宣言されたっていう、聞いてるんですけど。いやいや、あんまり人前に出るのはね得意じゃないんで。いや、本当のオタクですね。いやいや、どっちかというとね。ねえ、任せてください。どういうとこが自分でオタクだなと思います。そうですね、ねこそっとハマるんです。こそっとハマるんです。こそっとハマる。じゃあ、普通に日常生活送ってても、議員生活送ってても、何かハマってるものがあるんですか。あるんです。結構 ね、ハマる収集癖が、ね、あるんですね。意外と、これ結構ね、意外と議員多いですよ。あ、そうですか。今のね、副総理やってるね、某ね、岡田、某いらねえ、岡田さん、岡田副総理なんかね、変えるね、変えるとかね。意外と結構皆さんね、収集癖ある議員って多いんですよ。あ、そうですか。意外と何集めてんですかなんてね、聞くと、プラモデル集めてるとかね、あとガンダムにハマってる議員なんかはね、もっとカミングアウトした方がいいよ。誰ですか、カミングアウト。いや、ガンダムとかね。ガンダム、どなたですか。平先生。あ、ガンダムなんだ。ガンダム好きですね、平先生とかね、宇都先生とかね、参議院の。へえ、ガンダムなんだ。みんなでね、ララーなんて言ったりしてね、ハマってるんじゃないかなっていうね、噂もね、ある。いや、でもね、やはり、まあ、議員の方っていろいろ言われてるけど、大変じゃないですか、もう、右から左のことまで言われてるから、はい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 聞いてるわけじゃないですか。あ、そうですよね。あと、歳費もらってるとかね、文書とか費が多いとかね、いろんなこと言われてるから、やはりそういう心のオアシス欲しいですよね。やっぱり、ハマるものね。ほっとするものね。気分転換できるっていうものは大事ですよね。私もね、その気分転換っていう面ではね、昔はゴルフとかやってたんですけどね、最近はなかなかそのゴルフとかスポーツがね、限られた時間でしかできないわけですからね、そうなってくるとやはりなんか趣味で物を集めたりしようとかね、そうなってくるんですよね。そうですよね、ほっとしますもんね。ですね。コミックなんかなんかありますか、好きなものは。好きなコミックはね、はい、結構ね、最近はね、週刊誌でモーニングとか読んでますね。麻生さんと同じですね。ですね、麻生さんも読んでらっしゃいますね。ずっと20年ぐらい読んでるんですよ。ですよね、あとは、まあ、モーニング系の週刊誌とかを読んでますし、漫画なんかはね、結構ね、最近なんていうんですか、はい、古本屋なっていうのはね、昔いう古びた古本屋じゃなくて、ブックオフみたいなね、ブックオフみたいなね、大型店でね、ロードサイドで、ああいうとこ行ってね、2,3,000円出すとね、結構単行本がね、20冊ぐらい買えちゃってね、でそのままね、持って帰ってね、空いてる時間ね、読んだりしてね、過ごしてますからね。丹羽秀樹さんのコミックベスト3は何ですか。やっぱりね、一番面白いのはね、はい、これはね、ウォート・オサムさんという作家のね、はい、イリアットっていうね、アトランティスを探しに行くっていうね、全然誰も知らないところ、誰も反応できないです。これは面白いです。はい、それからですね、はい、最近あと、まあ、ゴルゴ13シリーズなんかもね、あ、それはね、みんなが、メジャーですね、はい、面白いですしね、あとはモーニングなんですけど、平和ゲーモノっていうね、
古田織部のね、あの戦国武将のね、話なんか時代物ね、結構ね面白いですね、それね、それが今のところベスト3ということですね、うん、誰も反応できないですね、すいませんね、いいですよ、そうですか、そうなんです、そういうのもね結構ね、まあ一回ね皆さんもね、読んでみるか漫画あっても面白いなって思いますよ、いや余りますよね、みんな漫画好きだから、ね、だけど時間とか作るの大変ですし、読む時間が結構、ね、まあ、時間も作るの大変でしょうけど、ねえ、でも面白いですよ、ね、でもやはりこう社会見るのには漫画見るのが一番早いって言いますもんね、ですね、うん、だから最近ね漫画なんかもね、結構なんていうか仏様とかね、うんうん、宗教関係とかね、あ、宗教関係の漫画、うん、そういう漫画もね出てきてるんですよ、わかりやすいから、うん、だからねそれがなんかやっぱ心のね、うんうんうん、視聴者っていうか読者もね、うんうん、心にやっぱ潤いを求めてるんじゃないかなんて思いますね、うそうですか、うん、あと料理相方鉄板は料理漫画とかね、 あの辺は鉄板ですよね、グルメ漫画なんかね、なるほど、ね、食べた気になってね、スリムですもんね、いや最近ダイエットしましてね、あ、ダイエットしたんですか、ダイエットしなきゃいけないんです、メダボの永田町においてね、いや本当に ね、ちょっとね4キロぐらい年末年始で太っちゃったんでね、痩せたんですね、わかりました、はい、はい、ですね、どうですか、戦闘ロボ開発するために防衛費増やしたいと思いますか、それはまずいでしょう、あ、戦闘ロボまずいでしょう、戦闘ロボ、せめて防衛ロボならまだね防衛ロボにしようよね、あ、そうか、戦闘だからね、なぜかいきなり戦っていくっていうね、そうか、喧嘩越しはやめよう、そうですか、モンサイバーさんね、はい、はい、美和ちゃんは既婚者なんですか、ああ、独身なんですよ私、何も結婚したことないんですよ、ああ問題ですよね、いやいや、とんでもないです、ね、ありがとうございます、独身ですから、あ、今日美和さんのねメガネに燃えなんていうねメッセージも来て嬉しいですね、やっぱメガネはねドストライクです、ありがとうございます、もうね私の顔見るの嫌みたいで、もうかけたら、いや、その方が絶対いいですとか言われちゃっていや素晴らしいですよメガネ、はい、来ましたよ、あ、そうか、今の憲法下ではまずいですね、はい、はい、はい、それでは次のコーナー行ってみたいと思います、あ、次はどなたか、あ、そうですね、すいません、その前にいつもスタジオから質問がありますので、はい、はい、どうぞ、今日はどうもありがとうございます、はい、先ほどですね自殺者の話になったんですけども、はい、確か自殺がこう増えたのが、まあ、その前年に消費税をアップした後にですね、はい、多分8000か9000ぐらい増えたと思うんですね、でさらに今また消費税増税とか、あと、まあ、民主党の、政策を見るとですね、まるでマルクスの共産党宣言のようにですね、高校無償化とかですね、子どもたち、そういうような形で、まあ、大きな政府を目指していると思うんですが、ぜひ自民党の代議の先生にですね、早くですね、政権を奪取していただいて、やはり小さな政府 で成長戦略をね、持った政治をしていただきたいと思っています。でこの間多分総番号制度が閣議決定されたと思うんですが、はい、これについてはどうお考えでしょうか。国民背番号制度っていうのは、これは私は将来的にはいいと思いますよ。あ、そうですか。必要ですよね。ね、もう10年前からやってますもんね。うん、でね、当時はね、やっぱり何度も自民党時代に話が潰れたなんていうこともあるんですけど ね、これはやっぱり将来は、僕はね、国民性番号制度じゃないですけど、納税番号制度っていうのはね、やってもいいかなっていうふうに、うん、やっぱりそうするとね、銀行口座とか、それからの納税とかね、はい、保険とか、はい、まあ、さらに言えばね、郵便局からね、NTT の電話からね、そういうのも全てね、その番号制度にしておきね、うんうんうん、まとめてやってしまえばね、うんうんうん、楽になるっていう、非常に簡単に統一化できるんですね、なってくると思います。すぐ出てくるんですね、うん、でもさっき今のご質問の中で、自殺者と税の問題っていうのは、これちょっと着眼点いいですね。またそれ調べてみますか、僕もね、はい、他にいらっしゃいますか。はい、意見どうぞ。意見どうぞ。別に政治的な発言じゃなくて、はい、私ね、漫画とか全然あまり読まないんですが自民党がね、やっぱりまあ復活していくというか、保守の、ね、はい、政権を樹立するために、まあ、頑張ってほしいと思うんですよ、はい、ね。私としては、私がその通常及ばない層、先生が、ね、持っているのもそうですね、そこをやっぱりね、取り込んでいった方がいいと思いますね。ですから、さっき運がいいって話を、政治家さん、皆さんおっしゃってましたけど、はい、私もそう思います、はい。他の人が持ってない層をね、ガッとこう、掴んでたら強いですよ。ありがとうございます。ですから、ぜひ、頑張って。
本当にね、そこはね、しっかり掴んでね。全く違うタイプなんですか。いやー、ね、しっかり掴んでね、行きたいというふうに思ってますがね、やっぱり自民党、結構地元でも、ね、言われるんです。自民党頑張ってくれってね、言われるんですよね。頑張るためには選挙しなきゃいけない。選挙するためには解散しなきゃいけない。その解散権は野田さんが持ってる。だから野田さんの足引っ張んなきゃいけない。で、足引っ張って自民党何やってんだって言われる。こういうね、そうそうそう、みんなそう。自己矛盾に入ってるんです、自民党も。そうなんですよね。難しいですね、これがね。うん、ジレンマなんです。わかりました。はい、はい、ですね、次の方を紹介いただけますか。あ、次はですね、はい、私がですね、尊敬する参議院議員でですね、はい、今自民党愛知県の参議院議員のですね、県連会長を務めて、はあ、いただいております、はい、藤川雅人先生。やったー、いやー、庭と違って二枚目ですよ。そうですか、本当にね、いやもう十分ね、トリコにしてますよ。いや超かっこいいですよ、藤川先生。サブカル女子を。いやとんでもないです。もうね、コアなファンしかつかめないっていうね。それがでも強みですよね。電話してもらいます。はい、電話しちゃっていいですか。お願いします。はい、11何かけて、はい、あ、違う違う違う悲しい証券時代ね。もうね、癖になっちゃってね。とにかく電話振りするのが得意っていうねかけてたのにもしもしなんつってね、証券会時代ね。あ、どうもこんばんは、あ、はい、庭秀樹です。いちいち、すいません、藤川先輩、申し訳ございません、見られておられました、ありがとうございます。今ですね、自民、私ですね、番組に出させていただいておりまして、突撃みわチャンネルっていう素晴らしいですね、はい、番組なんですけど、恐れ入ります、ぜひぜひですね、来週この時間、はい、この時間に藤川先輩に、もうこの2話が取り込めなかったファン層ですね、ぜひ藤川先輩の甘いマスクで取り組んで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すいません、おさらいります。声いいですね、藤川先輩、これね、甘い。そんな聞こえます？あれ？そんな離れて聞こえます？そうだ、藤川先生ね、はい、ギターとかやるんですよ。あ、じゃあ、小金音とかやるんですよ。小金。うん、アントニオ小金ね。そうです。ね、やるんですよね。やってもらっても、ギター持ってきてもらってもいいしね。そうですか。いつもね、地元でね、そういったね、自民党の各支部の、はい、時にギターとか弾かれるんですけどね、はい、最近東京でもギター買ったって言ってましたからね。そうですか、じゃあ持ってきてもらいますね。ぜひね。わかりました。はい、じゃあ最後に一言なんですが、今後の政治に対する意気込みをお話しください。いやー、本当にね、私去年ね、震災以降の国政選挙っていう形でね、唯一の国政選挙で勝ち上がってきたんですけども、震災後の選挙の中でですね、はい、思ったのは、やはり今政治がもっとね、被災者の近くにいなきゃいけない、被災者側にいなきゃいけないっていうふうにね、思ったんですよね。で、本当にそういったことに対しての議論っていうのが、どうもやはり政治家も忘れてる。例えば一番異例が消費税の話なんですよね、はい、消費税の話にしても、うん、我々は国民の声を聞きながら政治活動をやらさせてもらってるのに、その消費税を納める国民の声をあまり聞こうとしてなくなってる。震災のことについてもね、やはり被災地の方々の声を聞いてないっていうのがね、強く思えるようにね、もう僕もね、もっとね、被災地何度も行きましたけどね、やはりもっともっとね、まだ行ってない国会議員もいるんじゃないかっていうね、結構ね、与党で多いって聞きますけどね、ぐらいだ、ね、だからね、やはりね、強制的に行かさなきゃダメですよ、これは。強制的に、ね、そうじゃないとみんな行かないんでしょう、ね、そう、ね、原発のね、敷地内に行けとかそういうことじゃないんですよ、被災地行ってもっとね、被災者と話してこい。そうですか、いや、これ大事なことです、ね、そういうことですね、はい、はい、ありがとうございました。ですね、三輪秀樹議員はですね、先ほども一番最初に言った通り、自民党の、ネットメディア局副局長ですよね、はい、どんな活動をされているかちょっと教えてください。自民党の中でもですね、はい、カフェスタっていう、はい、党本部の、はい、1階でやっておりまして、これは喫茶店ですのでですね、党本部職員以外のですね、一般のお客さんも来れるんです、ね、で、まあ、今度三輪さんもですね、はい、今週末お越しいただけるということですね、よっ、
アウェイなんですごい嬉しいです。いやいや、とんでもない、これホームなんで。お越しいただいたらね、多分ね、あのホームみたいな感じですよ。そうですか。すごくホームです。そうで、私は金曜日に行くんですけども、はい、まあ、たまたま丸川珠代さんがあのその週の担当だったんですが、ご解任されて出れなくなったということで空いてたん で、ね、まあ、その時たまたま行くんですが、丹羽ちゃんは火曜日ですか。僕火曜日担当してるんですけどね。で、いろんなゲストを呼んで。そうです、いろんなゲストを呼んでね、もう喋りたいだけ好きなことを喋ってね、30分間バーッと喋って、ゲストにいつも叱られてるって後でね、どんなゲストを呼んでらっしゃるんですか。今ね、支部長を呼んだりね、あの浪人中の支部長とか次で出てくるっていう支部長を呼んだりしてね、そうです、まあ、どういう活動してんのってね、その活動報告がつまんなかったら打ち切っちゃうっていう ね非常にね、あの好き勝手な司会者っていうね、言われておりましてですね。わかりました。ぜひね、あの三輪さんもね、平井先生にその番組で、あの自民党もこうした方がいいっていうところ言ってください。あの出入り禁止にならないですか。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。え、楽しいです。そうですか。この番組提灯番組なんで。あ、そうですよね。そんな悪いこと言っちゃいけないですよね。いやいやいや、そんな。あの出張三輪チャンネルということで行かせていただきますので。お、お願いします。ぜひ皆さんも来てくださいね。はい。はい。あとはあの今日のですね、水曜日の8時20分から文化放送で、なんだっけタイトル。獅子傾斜クラブ。獅子傾斜ラジオで元気獅子傾斜クラブというですね番組を私パーソナリティやってますので、8時20分から文化放送でぜひこの後聞いてくださいね。はい、先生もあの車の中で聞いてください、ね、そうだよね、はい、車ないや俺はいはい、ね、はい、楽しみにしましょう。面白かったですね。国会議員じゃないみたいですね。いや、よく言われるんですよ、いつも ね暴走気味なんです。なんか日本のあの文化ねをやってるあのやっぱりお話し家さんみたいですよね。いやいやいや、とんでもないです。もう、ね、そうですか、ええ、じゃあ一旦締めたいと思います。はい、はい、会いに行ける国会議員三輪チャンネル突撃永田町ユーストリームスタジオ赤坂プラス国会生放送でお送りしました。第18回のゲストは自由民主党国会対策副委員長丹羽秀樹衆議院議員でした。ありがとうございました。お父さんお母さん見てる。私もいろいろ褒めてくれてありがとう、ツイッターで。メガネ似合うよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もうちょっと多分入ってると思う。